サラリーマンで給与もらって月給取りの人ってどう思ってんだろう、気づいてんのかな。月給取るんです、あんまり気づいてない。気づいてない。でも額面は今までと一緒やったのに、なんか手取り減ってるっていうのは気づい、わかんねやろ。あのね、給与取りって結局残業代乗っかってきてみたり、増減するんで、単純比較できないんで。だ自分の銀行口座に振り込まれた金額だけしか頭に残ってないから。明細なんかほぼ見ないです。私もサラリーマンの時一切見なかったです。ということは会社負担があるっていう存在自体は知ってるけど頭に入ってない、はい、あるけどもどんだけあるもイメージも全然ない。そんな僕どうしたらいいの今、あの国庫はええか、社会保険料、厚生年金のあの、はい、払い込みを、はい、現金渡してお前払ってこいって言ったら分かるよな。こんだけ毎月払っても行ってこいって言ってこれもう渡して私の給料より多いこれと思うやろ払うに、ん、そしたらだなごつやのみのパカラタツはもうだからそのサラリーマンとかはちょっとずつ上げたとしてもみんなほとんど意識してないんで、うん、そういう人たちのその負担をちょっとずつ増やしてるわけですね。うん、そういうことやんね。よく浅くで文句はあんま言われないところっていう、それ考えとるんですよやっぱり。なるほどな。それ以外の人はやっぱり申告したりとか自分でやるんでやっぱり目につくじゃないですか。だからそっちは慎重にやっとるわけです。サラリーマン相手は大胆に。まあ裾の広いから 金額小さくても徴収額として大きいもんないから、でそれに伴って法人会社は問答無用で半額それについて払っていくって形になるから、はいはいはい、うまいこととんな。でもなうまいな、で大手企業とかには文句言われないようにまあ仕事を与えたりとかですね、で、公共事業とかな、であと研究開発なんぼしたら税金なんぼ負けてあげるよとかですね。もう大企業しかなかなか引っかからないようなその税額控除とかそういう恩典とかを人参ぶら下げてやるよるわけです。金まいて補助したって金まいてまた税金で吸い上げてみたいな。だ大企業はそれで出して入ってっていうのがあるんですけども、中小とか以下になるとそんなのなかなかないんで、ですけども、まあ、大企業やってしまったらもう自分ら従うしかないじゃないですか、国の法律とかで決められてしまうと。なんで法人税で大企業と中小企業一緒なん、率違いますよ。いややっぱ高いの。あれはでも資本金だけの話しちゃうの。まあ資本金ですけども、まあ、普通でいけば中小は資本金低いじゃないですか、やっぱり法人税の法人税率高いの。だ高いです。高いの、はい、どれぐらい高いの。十数パーセントっちゃいますね。だいぶ違うと思いますよ、感覚的に。で、あと、まあ、こういう話すると、その、接待交際費も、大企業の場合は、費用にならないですから。中小企業は、まあ、一定の額までですけども、費用になりますけども。大企業の場合は会計上接待交際費にしてますけども、申告する段になったらその分利益に上乗せ して申告しますから。なるほどね。ちょっとなんか社会保険料と厚生年金やな、税というより社会保険料だけがちょっとあまりにも許されへんというかエグすぎるというか、まだまだ上がっていくよなこれ絶対に。どう考えても、続いたら人口減っていきますしね。人口減るでしょ。で高齢化になっていくんで当然支えきれなくなりますよね。あと何年、10年ぐらいは上がっていくよな、システムのことったら。段階の世代の人がみんな死ぬまでな、70真ん中ぐらいから80代の人一番多いでしょうね、数ね、はい、
あれがまだ10年生きてるもんな。うん、まあ、どうなんやろな、社会保険料なんか。これまだまだ上がっていくやろな。ただ限界があると思うんですけどね、うん、あんまりあったらさすがのサラリーマンもやっぱり気づくと思いますからね、うん、なあ、社会保険料の徴収した枠の中でやるなんて、そんなそもそも土台無理な話よね、そんなん大体、借金でもわからなくね、あんまりね、あ、この間言ってましたよ、あそこ、その向かいの銀行結構リスケ、相談結構 ありますよね、ありますよね、それはそうやと思います。どれぐらいあんねん、お前の主観です、お前のところの視点でどれぐらいあんねんって、いや、1割ぐらいは、1割もあるのかって言うたんやけど、まあ、1割でも思ってたより少ないですね。あ、そこは少ない方ちゃうんかな、ほんなら。10件あって1件リスケの相談来るって結構すごないでも、それ。まあまあまあ。なんかね、せっかくコロナも収まってきて、こう、ここで頑張るっていうところでね、なんか今のところで水さされたりとかね、そうなんですよ、製造関係とかでもなんか船舶のパーツとか作ってあるとか、なんか企画が変わるとか言われて仕事止まったりとかですね、うん、企画変わるからそのちゃんとはっきり見えるまでは仕事できへんとかって上から言われて仕事が流れできへんなったりとかですね。どうしてんの？どうしようもないですよ。他のちまちました仕事を受けて、ちまちまって言ってもメインがそれな。まあメインって言っても 50% もないんですけどね。あ、3割かそこらなんですけどね。それでもしんどいですか、うん、だからそういうところはやっぱり何が起こるかわからんからリスケとかっていう話はちょっと銀行とかにしはりますよね。従業員の数がそこそこおったら製造なんて絶対従業員の数そこそこおるからな。設備投資もしっかり入れてるし、遊ばさなあかんっていうのは辛いよな、もうなんかそんななあ。で、一回人切るじゃないですか。うん、も次も来ないですか、ね。来んよな、もうな、うん。切ったって、その入って次入れたってすぐ役に立つから、役に立たんもんな、うん、もうそんなな、うん。やっぱりその経験と熟練っていうか、なあ、使い物になるまでは何年かかかるしな。で、若い人入れてもね、すぐ辞めちゃうんですよ。おー、すごいですよ。そう、ええ、そう言うてる、ええ、もう軒並みですね。あ、もう若い人は嫌やってみんな言ってはります。若い人嫌やって、若い人が頑張らんと見ないわ。いや、若い人っていくつまでが若いんかよう分からんねんけど、まあ大体20代なんですけどね。20代か、ええ、ちょっとこう怒るっていうか教えたらちょっと昔かたぎの人は怒り口調になるじゃないですか。うんうんうん、お前何やってんねんみたいな感じで、こうやってこうやんねんとかっていう、そんな感じで言っただけでも、その日はもう黙ってやってて、次の日、来えへんと。で、電話しても普通で、で、次、2、3日したら、そのお母ちゃんから電話来て、うちの息子辞めさせてもらいますって言ってですね、1日働いた分の給料9割入れくださいって電話来たりとか、ね。そのお母ちゃんもお母ちゃんやな。ね、アホなやつが多いな、ほんまにも困った世の中やな。そんな何社でも聞きますよ、私。やっぱ聞く、ええ、もうな、でもはっきり言うけどな、ええ、その社長さん、まあ話、樋口さん話するやけどな、ええ、選んだあんたが悪いってなるわ。ああ、そうですけどね。ああ、それはまともな人もおるし、そういう人もおるけど、ええ、逆にちゃんとした人の方が少ないやろ、率としては今も、ええ選んだあんたが悪いってことになるわ、うん、で多分言うてるやん、もう雇いたくないって言ってるやろ多分言ってるやろ、ある程度の年齢いった人もあの党立っててもええと、うん、年齢のある程度の年齢の人取ると、うんうん、まあ年齢だけじゃないけどな、うん、まあ経験積んだ人ですね、多少割高になったとしても。あれってでも樋口さん、社会教育、学校の教育じゃないよ、親の教育やで、もう、でまた親がしゃしゃり出てきて1日分の給料くれって言うから、子供もこうやったら親もええやろ。そう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 あんた1日働いてんからもらってこな損やで。俺やったら、俺が自分の娘、自分の息子やったら、もうお前社長のとこ行って謝ってこい、ちょっとと、うん、
給料もらうもらえへんなんて、もらえるに決まってるよ、そんなもん。お前、菓子折り買ってて、ちょっと謝ってこいと。普通はそっちやわな、話が。お世話になりましたと、ありがとうございましたと、勉強になり、何の勉強にもなってるけど、すいません、許してくださいと。まあでも、そういう子はやめへんわな、逆に言ったら。そうですね、やめないですね。ああ。それ、3弦で聞きましたよ。もうほぼ同じストーリーです、ね。ちょっときついこと言ったらあかんってことでしょ。はい、だから、ね。社長は気にしてても、他の職人さんは、やっぱりそういうので、なるんで、やっぱりそうなるんですよね。その現場の仕事以外でも一緒ですわ。もう公務員の世界でも一緒ですわ。上と下との関係ってあるから、人間がおりゃ。今度、それ、井口さん担当してるところ担当してるところ。ほんで言うたって、僕のやり方ほんまあるんですよ。僕、最近はもう人入れてないからあれやけど、あの、一時バカ医者を辞めさせた時以来、ちょっともう、あいつクビにした時以来、ちょっとほんまにな、あの女性の先生、ね、あの基地が辞めさせた時にな、俺、ことほとほと考えて、どうしようかって考えて、これから、どんなやつ、人入れる時どうしようかと思って、で、あの時まだ結構まともに、なんていうかな、面接っていうか、まともな対応、まともって言い方もあるけど、その、普通の人の対応しとってんから、もうそっから辞めて、あれ以来、こんな、感じで入ってきたら、こんな感じであんたとかお前とかっていう言い方で変えたもん、これ。もうその時点で帰らず絶対向こうから辞めさせてもらいますみたいな、そんな感じですよ。そこでもう耐えれるか耐えられへんか、耐えれるか耐えられへんかっていうか、ちょっと何ていうかな、もうちょっと柔らかい人間っていうか、おおらかに見れる人間かどうかをみんなしゃあないわ、堅物かどうか、面接とかって、あのそんな普通のとこって人足らんし、なんていうか人欲しいみたいなのがあるから、なんていうかな、ええこと言う人おるやん結構、あれあかんな、給料そんなもんはできることないよとかって俺平気で言い出してから、もうそんなやつけんやなと、そう教えたって。それどう、フィーブさん。あのキャラクターによりますね。できない社長さんもいますね。あ、昔みたいな方が良かったかわからんな。我々が子供の時の井口さん、パンチパーマのおっちゃんみたいな、あんなおっちゃんが、ね、面接担当してね、やる気あんのお前みたいな、で面接してるところの横の部屋で社員に怒鳴り散らかしてるところわざと聞かすとかな、そっちの方がめっちゃうかなと思う。すごいな、話は。なかなかそうですね。大変やな、経営者さん。会社さんによったらね、もう海外の人取ろうとして一生懸命なってるところもあるぐらいです、ね。そういう現場、あの、製造、その海外の人取ろうとしてるのはもう製造でも、あの、設計の方ですね。役に立つのかな？いや、あの、そういうコンサルみたいなの入れてね、海外の優秀な人をね、あの、アウトガイしていけばです。あ、それは今日本に来てる人じゃないんですか？違います。あ、東南アジアとかの、その例えば同窓大学の工学で引っこ抜いてくるって感じだな。そうです、そうです。で、大学卒業するんだったらこういう会社なんで来えへんかみたいな形。そこまで日本人材に困ってるの？やっぱり困ってるみたいですね。そこの社長に聞いたら、他でも同業とかでもやっぱり、あの、日本人はその根性がないっていうのもありますけども、もともとのその頑張ろうとするその先々のことを考えても、東南アジアの優秀な人とった方が、あの、いいと、まあイメージからすると古き良き日本の若者みたいなとこちゅうかな。そうですね。いや、逆に日本人にはなくなったもん、そういう人種が東南アジアの方とかにいると。だから団塊の世代の人たちの青春時代みたいな人が、こうちょっとギラついてて、そうです、そうです、そうです、はい、欲があって、はい、前行こう、もう叩かれてもこう頑張って前行こうっていう、そうそうそう、で、こうなんていうかな、錦を、国に、なんていうかな、あげるみたいな、自分とこの自国のお父ちゃんお母ちゃんに豪邸建ててやりたいみたいなのかな、そら成長するわな、そういう子の方が。だから
人材足らんって言っても人はおんねんけど使えるやつがおらんってことやろ日本に今。そうですね。うーん、人はおんねんけどいらんって言われてるってことやんな。まあ贅沢言って若い人はあんな仕事いいやこんな仕事いいやって寄り込みしてるのもありますよね。でそのバイトとかそのなんていうんですかね、期間の決まったあの工場の仕事、単純作業とか、そっちの方にみんな逃げるじゃないですか。ウーバーイーツとかな、何のことやってんのかな、これあれ。まあ気楽なんでしょうね、自分の思うような時間で仕事できるっていう、そんなの。言い方悪いけど、昔でやったら出前やもんな、誰が見てもあんたこれ未来ないぞ、こんなことやってたらと思うよな。だからあれよな、その縛られたくないし責任も取りたくないし、で、面倒くさいこともそんなしたくないし、でもあの生活していくには多少金がいるから、まあその程度でええかみたいな、で目の前の金得るために仕事してるから、そのスキルも何にも身につけへんし、気ぃついたら年いってどうしようもないなってたって感じになるんじゃん。そうですね、スキルつかないということは 年齢重ねていったら仕事量は減っていくわけですからね。そうですよ、あれがないってことですよ、昔みたいにデッチ暴行みたいなやつが、だからあれに戻さなあかんよな、やっぱり給料ゼロとは言わんけど、自分がほんまに職人として仕事を立派にできるようになるまではやっぱりもう安月給で我慢してデッチ暴行せな、スキルつかんもんな、我々もそうなんですけども、あの資格持ってなくて最初働いてる時ってすごい給料低いんですよ。そうやな、で美容師さんとかもそうじゃないですか、最初15万とかそんな給料世界な、ずっと髪の毛履いたりとかね、せいぜいシャンプーするぐらいの仕事ずっと何年もさせられてっていう、板前の世界と一緒やな、あのやっぱり下なんていうか下なんていうか下働きじゃない、いや今日かな、その一流の職種ちゃんと仕事ができるようになるまで、その下積みつまんとねえ花咲かんわな、やっぱ。ほんである日突然しっかりできるようになってきたら、なんか給料が50万60万100万とかになるわけでしょ、あの世界ってね、やっぱね、オーバーイーツずっとやっとってずっと一緒やからな、あれ。そうですね、何をなんでこんなことなってんのかな。でもまあ気楽にできるっていうのは一番あるんでしょうね。気楽にも程があるやろ、でもいや気楽って彦さん、あれ気楽と思う、あれ辛いで、結構自転車あんだこう言ってこうやって地図見ながら、あれ、あれ過酷やで、雨の日とか暑い時とか。まあそうですね、そんな混んでる人は雨の日とかやらないじゃないですか。あの稼がなあかんっていう、そういうね、雨の日数がおってとかっていう人だと雨日、逆にその儲けられるラッキーと思ってやるらしいんでもうほんまなあ、これなんか出てたら沖縄飲食店時給2000円で出してもけえへんけえへんっていう話ですね、はいどうだよこっちゃみたいな、それやっぱり本土でもそうですよ、やっぱりサービス業飲食店業ってなかなか人は集まらないですよ。なんでなん、やっぱりなんでそんなことなってんのか、やっぱりしんどいとかっていうのもありますし、未来があんまないと思ってるんじゃないですかね。未来がないと、未来があると思ってるとこ行ってんのかな、ちゃんとな。コロナ流行ってすぐバーンと切ったじゃないですか、あのバイトだけじゃなくて正社員とかも、だから今度なんかあったら真っ先に自分ら切られるっていうのはもう目の当たりにしたんで、それやったらあのそういう事態になっても切られないような、どうせやったら仕事っていうのはあると思うんですよね。なるほどな、せっかくスキルね上がっていったとしても、またコロナみたいななんかが出たら真っ先に切られるわけですからね。すごいな、時給2000円で俺行こうかな沖縄の一食で沖縄あれあれで物価めっちゃ上がってるじゃないですか。上がるやろな、あのアパートとか東京に近い家賃らしいですよ。だから言ってるやん、土地高い、ずっと俺でる不動産高い、沖縄って言って、もう5、6年俺あれ競売見出した時からさ、なんで沖縄こんな高いがずっと戻ったもん、すごいよ沖縄って今、すごいです、地べた高いでしょ、で輸入品この状態でしょ、ほんで人件費上がるでしょ、
納期の人所得低いでしょ、はい、外にみんな食われてるんですよね。そうなんよ、かわいそうに全部外に食われてんのよな。あれ何の土地高いの、誰が買ってんのやろ。あれちょっと前からずっとですよ、あれ沖縄宮古島とかはもっとえげつないですもんね。あれ誰が買うてんのかな。まあ日本の人も買ってるやろうけどな、移住しようと思ってんのか、ホテル建てよう思ってんのかなんか知らんけどな、うん、で台湾有事がもしあったらとか、まあないやろうけど、なああじゃこうじゃ言ってんのにあっち買おうっていうことかな、なん、かあったら沖縄真っ先やもんな。そうですね、もう場所柄、まあ、そうですし、まあ、でアメリカの基地あるってことはやっぱり当然、まあ、標的にされますよね。なんであんなに買うんやろうな、やっぱあんなあったかいとこ好きなんて多いんやろな。そうですね、沖縄不動産バブルやね、すごいですよ北海道も一部そうやし、うん、北海道と沖縄の両方であの不動産高なってるわ。あと淡路島も高なってますよ、ね、淡路島も前からです。 あそこの会社行ってどこでしたっけ、神社県のパソナ、あパソナ、うん、あれ行ってまた一段とボンと上がったじゃないですか、うんうん、あのちょっと前から僕見てたんですよ、淡路島、はい、やっぱ高いんですよ、うん、もう今でもそうですよね、だから別荘でも小豆島安いんですよ。あなんでか分からんけど、やっぱりちっちゃすぎるんですかね。じゃあ分からん。分からん。淡路島やったら淡路島にいながら大概のもんあるじゃないですか。小豆島やったらちょっとちっちゃすぎて大概のもんあるとは言えない、まあ。いや、陸続きやからですよ、淡路島は。小豆島はフェリーやからな。うん、まあ、それでも淡路島もそこそこ高いわな。やっぱこれ別荘買ったりすると結構おったりするんやろな。うん。すごいな、やっぱり飲食店ってそんな人足らんねや。足らないですね。死亡する人もあまりいないですしね。飲食店やりにくいな、あんならな。やりにくいです。な。ですからコロナ明けでも結局店ちっちゃくしてやってはるところとかね。うん。2階あるけど2階はもう電気も消してお客さん入らないし1階だけでやってるとかですね。うん。営業時間短くしたりとかですね。いろいろ皆さんその人が確保できないでやってありますね。あの デニーズとかああいう系統なんかもう適面じゃないですか。うん、あの配膳あのロボットにさせてるロボットやな、まあだから回転寿司なんかまあ被害少ないやろな、ある意味な、はい、配膳のやつな、はい、まあそれでも飲食なんかチェーン店ってもうちょっと難しいなるってことやなこれ。なあ、なんか変にチェーン店やったらなんか変なんで炎上させられてな。そうですね。しょっちゅうしょっちゅうあんなことあったり、だから家内交流でちっちゃい本当お父ちゃんお父ちゃんお母ちゃん息子娘まあそこにおじいちゃん含めて家内工業的で単価の高いやつやってるのが一番変ちゃうんすか。それ一番コロスタバですね。客単価めっちゃ高いやつね、なんか客単価3万4万5万取るようなやつを、1日10組も来たらもう十分ですわみたいなことやったら儲かるもんな、そっちの方が健全よな、大きくしたらあかんのかないですよ、やっぱ難しいな、大きくしたら何でもでも大きくしたらなりますもんね、なあ、ちょっとちっちゃなとこで自分らでファミリーやって成功したら大きくしたいって野望も誰かが出てきますし、うん、外からもやっぱりけしかけられるんで、けしかけてもな、あんたこれで成功したからちょっと広げやと、うん、お金出したるからとかって絶対出てきますからね、うん、どこで我慢するかっていうか自分見極めるかやな、結局なんか知らんけど出ていくもんばっかり増えてなんか一緒やったって なるもんな、大きくしたってなんか知らんけど出ていくもんばっか増えて、まあ継続してやってる時はね入ってきてもまた出ていくじゃないですか、先行投資とかもあるんで、だからなかなか実感は湧かないんですけどね、やめた時ですよね、まあ経営ってやり方は一つやな、でもな、やっぱでも最終的にはイブさんやっぱり利益率を追いかけなあかんねんな、売上ではないですね、どうしても売り上げ追いかけたなんねんな、イケイケになってきた時って、まあ売上しか見てない社長やっぱ多いですからね、売上ばっかり見てると怖いよなやっぱな、どこでどうなるかわからんとき、コロナみたいなのがバンって来たときに、ねえ、さあどうしようかってなるもんな。ね、利益率の話題じゃわ。あ、すみませんでした。ありがとうございます。11時からやろう、次。はい。こんな朝早いな、久しぶりと。
いや、そのね、そうゆっくり朝起きてんねやろ、いつもと思ってんねんけどな。いや、日によってね、朝9時から、月次訪問しなあかんとこもありますし、まちまちなんですよ。今、税務調査は今のところ立ち会ってないの？直近はない。直近はないですね。私は。隣の税理士は一件この前やって、1階におる税理士補助の人間は、今月3件電話が回ってきましたね。そう、3件、それ忙しいなそれ、でももう一件はね、その産廃屋さんで、スクラップを抜いてはったんですよ、だからスクラップの会社からも裏取ってきて書類バーンと突きつけて、これ上がってないないかって投げられて、上げてないの、そんなことすんねやっぱ産廃は、わからん思てんねや、中間処理業者、中間ですね。今時ね、もうスクラップのとこもそんなね、適当にやってたら自分ら危ないんでやらないんですけど、ね、思いっきり目つけられる業者やのにな、はい、どれぐらいやるのやろな、水長な、あのね、普通やったら、普通の税務署だったら3年しか見ないんですね、で、よっぽどでも5年なんですけど、7年行かれたりってました、7年で1200万か1300万、怒ってたんちゃう、そこの社長、で、それになんかプラスしてなんかその印象悪くしたみたいで、経費とか何もが記入されて合計2000万ぐらいなんかっていう話ですね。ああ、そんなんで何日ぐらい来るの？ 3 回ぐらい来るの？ 2 回ぐらい？いや、もうそこは早かったらしいです。2日かからなかったみたいですよ、だってもう最初にもうバーンと持ってきてるわけですから。ああ、でもすいません、悪うございましたっていう話だな、もう言い逃れできないじゃないですか。で、そしたらもう立場もうこんな感じで来られて、経費とかバーッと見られて、もうこれと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 っていう感じですから。そう、7年分か。それきついな。7年分って私も、もう20年以上この仕事してますけど、ないですからね。よっぽど。もうこれ言ったろってなったよな。まあでも水揚げとしては2000万やったら大きいの。職員によるやろうけど。まあ、通常やったら大きいですね。大きい方。だから奥とかなると税務署じゃなくて国税局っていうの。局の上の方とか。そこらのあっこの税務署ぐらいやったらやっぱ結構大きい方。でようやったって感じなんや。はい、はい、ボーナス要件もらえるんだな、そいつ。あのボーナスが、ね、年間の違うんで、昇進。昇進とかそっちの方でしょうね。お金で即やったらね、いろいろ。まあそれはそれはないやる。でも、ボーナス、歩合でボーナスに跳ね返したら頑張るやろな、税務職員も、もうちっちゃいとこ行けへんやろな、大取りもんばっかり行くやろな、もういろんなことやるんちゃいます。飲食店とかやったら自分で前の調査でね、客として行ってみたりとかね、するやろ、いろんなことで調査していって、で個人の経費認めるって言ったら、やりますね、飲み屋なんで、高級な新地のクラブなんか行きまくるんじゃん。もう1コロですよ多分。絶対 100% 綺麗にやってるとこってまあないですもん。歩合にしたらえらいことになるやろな。 10% の歩合なんかつけたらホイホイ行くんじゃん、あいつら。私が行きますわ、就職しますわ。2000万回収してきたら200万歩合やって言ったらすごいやろな、もうコアって脱税なんかできへんわな、もう。だからあれですよね、税理士やってる人間を、そんなんで雇ってくれると、大体わかるじゃないですか。わかるよな。これぐらいやってるなとかって見てたら、申告書を見てたら大体わかると思うんですよ。で、それで行ったら、まあ、十中八九いけるんで。なるよな。だから、歩合なんかやったらそうなるよ。逆に、100% ありえん話やけど、10% の歩合なんかつけたら、俺が税務職員やったらな、税理士に半分やるからちょっとネタよこせって言って預かってる会社のネタちょっとよこせ、半分やるからって。まあそうなんでるでしょうね。いや、50、ちょっと100万やるからネタよこせって言ったら、3000万取れるネタボーン出てきたらね、そんなもうグルなってるってことですよ。税理士も僕ら選ぶの慎重にならんと。そうですよね。目首かかれるかもしれない。ここで喋ってること、筒抜けで全部向こう行く。もう何信じていいか分からないですよ。まあ、場合じゃないけど、昇進っていうレベルやからな、別にそんなに取ったって、俺らは、
ね、懐が網に入るわけじゃないからと思ってるんでしょ、連中も。一応最低ラインの1年で何件行かなあかんとか、どれぐらい の税収あらなあかんとか、そういうあれはあるみたいですけど。あ、やっぱあるんやな。だからそれが順調にこなしていったら出世していくんでしょ。それあかんかったら、うん、まあ言い方悪いですけども、できない人が行く税務署とかあるんで、田舎の方が行けないとことかね、あるな、そういうとこたらい回しにされたりとか。彼らからしたらやっぱ国税って花形なの、やっぱり。そうでもないの。査察とか。そうでもないよな。そうでもないと思います。あの、大変じゃないですか。うん、大変やな。もう夜とか泣いてとかね、いろんなことしなあかんし、ゴミ箱回さなあかんし。なあ、ちょっと違うもんな、あれまたな。普通の職員とはな。特捜部みたいなもんやもんな、どっちか言ったらな。2000万いかれたらつらいな、どうしよう俺やったら。そう、金あるからええな、ほんだら。まあ、金あるから。抜いてるからあるはずですけどね。使ってたら別ですけど、もうあったはずですからね。あー、抜いて置いてあるわけか、現金は。置いてあるかどうかわからないですよ。抜いて、浪費してるかもしれませんけど。まあ、浪費にしても現金抜いてるわけだから、節税、キャッシュアウトして節税っていうわけじゃんから、金はあったんやろな、ほんだら。まあ、それは取ってもらわないじゃん。まあ取られてもしゃあないですね。それも引き付けられたらもう裏も相手から取ってきてるんで。まあ一番売上計上制限なんていう原始的なやり方は絶対あかんわ。な、悪意全開やもんな、それも。だから重加算でって言って重い税金も取られてる。もう抜くのは絶対あかんよ。喧嘩の添いで、すまへんもんな。経費の認識が違いましたとかって、そういうレベルではないんでね。でも不思議やな、それぐらいの会社になって抜けるなんて思ってんねや、やっぱ。まあ、いろいろな考えな社長さんいますね。もうちょっと上げられても、まあ、ええやって思ってる人も多いんですよ。業種によってはおるよな。だから、今回7年間その社長行かれましたけども、10年前からやってたんやでと。だから最初の3年間は政府やったんやないかと。そう考えたら、まあまあ、っていう、そういう考えも、せやな。持ってたりしはるんですよ。せやな。まあ、節税保険と似たようなもんやな、これやったらって思ったりするかも。根こそぎ行かれるわけじゃない。一部の年の分だけ行かれるだけやと。まあ、でもその社長からしても、いや、どうせ3年ぐらいやろって踏んどったら、やられたんやろな。だからよっぽど腹に吸い替えたんでしょ、7年も行ったちゅうことは。だから多分、今後も調査は短い期間で来ると思いますよ。そこは。来るやろな、定期的にな。ブラック乗ってると思うんで。お伺いやな。下手したら次の、来年も来るかもしれないです。2000万ぐらいってあんまりないやろ、樋口さんが担当しても。たまにあります。たまにあんのやろ、結構そこそこの業種、会社やんな、それだけやられるって。経費とかそういうとこら辺の、なんていうのかな、そのとこつつかれてって、ないや、あんまりないやろ、そういうのって。経費というか、その、給与とかではありますね。給与というのは社長の家族は、まあ、言い方ですけど、働いてると。いや、役員にして。役員にしたりしてなかったり、従業員としてと。してと。で、やってもないのに給与取ってると。で、その人が日本におると思ってたのが、海外にずっと。それはまあ悪徳やで。それ、我々らは分からないじゃないですか。それは悪徳やぞ、やっぱ。息子と娘に給料払いますと。で、他の従業員と比べて、そんな遜色ない形で払いますと。ね、実態は働いてないと。で、働いてないっていうのでも、その引っかかるところが、その息子も娘も日本にその間いなかったと。ちょっと待ってくださいよって話です、ね。オンラインやとか言い出すんちゃうの、仕事はオンラインや。そしたら、それ海外におってどんな仕事してたんですかって話で突っ込まれ出すわけです。それも結構悪徳と見られる？言われましたね。まあ、法人税抑えるためにな。分散やな。やっぱ売上隠す。で、その、まあ経費でもそうやな。人権、家族に振って、そういう、それも古典的なパターンやもんな。間違いで許されへんわな。あと何がある？うん、
経費水増しとかですね。領収書？領収書とか請求書とかですね。なるほどな。で、現金の領収書をコツ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 、あの、可決してはる社長の領収書し11万4000円とかの、その、前の円マークの横にピップ1入れてるとかね。それを。1を4にするとか言うと思うんだ。そうそうそう。手書きのやつ。それを、なん、それ、同じ、担当でしたわ。あの、さっき言った、その、2000万の人間のところ。せこすぎるやろ、それ。でも、それでね、な、100万や、そこらは、その、加筆修正出てきたんですよね。で、こっちの人間そんなん疑ってかかってないから、領収書とか来たら普通に入力してるんですよ。で、よくよく見たら、そういえばなんか筆跡っていうか、その筆圧が違うなってあれなんですけど。うわぁ、面白いな。面白い面白い。それも結構何百万と積もり積もって出てきたりしましたよ。うん、面白いな。うん、あ、なんやな、言うまあ大なり小なりみんなどこの会社多分そんな領収出てくるやんたまにな、うん、こんなこと書いとんなみたいな。もう書いてもらわなかったやつもう白紙で渡すから書いといてとかって言ってよくあるビビッと書いてねやるとかね。よくあるよ、それそんな怒られるような話じゃんやんな。見つかったって別にな。ただねさっきおっしゃった1を4にしてみたりとかねその一桁前に1入れるとかね、あ、それはダメじゃないかって、ね、ダメというより俺が税務職員やったらこんなせこいことすんなお前と思うけどな。だから1個見つけたらもう維持なって調べてましたからね。多分1ヶ月ぐらいかかったんちゃいます。全部のその現金の領収を見たみたいですから。そこの会社それなりに領収の数とかいっぱいあったみたいなんですよ。面白いな。でももっと豪快なとこないの？なんか豪快なやつで。はい、うん、まあ見それ見解の相違なんですけども、それはその中国にあの化学薬品を卸してました、うん、でその中国のその保管してくれる会社に金払って保管してもらってたんですよ、うん、ずっと、うん、でそれが劣化したと。でもう客には売られへんということで、あのもう損であげてくれと、廃棄したとしてあげてくれって言われて、で物はまだ廃棄、あの中国でその日本の会社が大手振って廃棄できないタイミングだったんでできないけども、もう処理使い物にならないと損金処理したいんや、いうことで損金処理してくれって言われて損金処理です3600万ぐらいしたんですよ。で、そしたら税務調査が来てですね。それ理由じゃないやろ？でも。それは理由じゃないですけどね、うん。で、それを見つけられて、で、中国に今物があって、それ使われへんと誰が証明するんやって話言われて。で、うん、またちょっと劣化したりでもなんかこう、加工したら使えたりする場合もあるし、いろんなことあるんちゃうかと。うん、でそもそもが、使われへんもその金払って倉庫に置いてて廃棄してないでどういうことやねんと、理屈はあれんやないかと、うん、無駄な倉庫代払ってるじゃないかっていう話にもなって、ほ、うんうん、んなら中国見に行ったらよろしいやんとかっていう話もなったんですけども、結局あかんっていう話に最終的に、うん、そんな処理できへんって話になって、それええってやな。でもでも吸ったもんだしましたよ。それもあの18歳なんか中国のし、なんか公安というかなんかちょっと、ちょっと役人のなんか中国語の証明書な、廃棄しましたみたいなな、だから未だにね廃棄できないんですよ。中国でその日本の会社がその薬品なんか公害堂のこのって言われて、うんうんうん、でやったるっていう会社な、合法でやったらめちゃくちゃ金取るって言うんですよ。そうやろな、そうやろな。でしょうがないんで中国の取引ある会社にそのちょっとずつ自分とか廃棄するのに混ぜてやってもらってるみたいな、つい今廃棄をですね、どさくさに紛れて、それこそ、だからどさくさに紛れてるんでエビデンス出ないじゃないですか、ね、これはまた問題なんですよね。一番ええのは火災にしてもらうっていうのが一番ええね。まあ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 、そうですね。な
薬品やから爆発するかも。その可能性ありますね。で、有毒ガス出るとかね。だからそれはそれで、中国の当局にまたやられたら、そっちの方が怖いですね。そんなことまで言うてくるんだよな。税務署ってそんなまで調べてんな。うっとうしいですよ。その、重加算税とかにかけるって言われたらもう、そんなうちら悪意あるの違うしっていう、そういう会社の主張もあったんで、うん、私と須崎、間に入って、もう税務署に何回も行って事情を説明したりとか、うん、いろんなこと言って、その重加算税っていうのは、やっと取れたんですよ。1年ちょっとかかって。あんま、で、その代わり、その、廃棄できたっていう時点で、あの、経費にしますと。で、いう話なんですけど、あの、中国の会社にちょっとずつ廃棄してもらうしか方法ないんで、エビデンスはそのメモ書きみたいなしか出ないんですけども、それでいいですよねっていう裏は税務署に取ったんですけど、でも税務職員も移動するじゃないですか。そうやな。裏取った人間が怒らなくなったらまたわからないんで、だからちょっとおっかないなと思いながらもうやるしかないっていう。それ大変な仕事やないよ、それはな。ちょっと面倒くさい仕事やな、そうなんですよ。で、その薬品も どんなものか言われても私らは理解できないんで。わからんな。危険物なんで、その辺ポイントあの流したりとかできないっていうのは分かったんですけども。ああ、すごい話やな。まあ、ご苦労さんですとしか言えない。まあ、あの、いろいろありますわ。職員変わったら、また一からやり直しみたいなことになりそうやけどな。そうなんですよ。なあ、ええうん。同じことまた説明してみたいな。そうなんですよ。すんませんでした。ありがとうございます。